あなたの形なら悔い改めのない心のゆえに、あなたは神の正しい裁きの現れる光の日のために神の怒りを自分の身に積んでいるのである。神は各々にその技に従って報いられる。すなわち立法では耐え忍んで善を行って、公栄と誉れと主のことを求める人に永遠の命が与えられ、他方では恐怖心を抱き真理に従わないで不義に従う人に怒りと激しい祈りとが加えられる。悪を行うすべての人にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも患難と苦難と与えられ、善を行うすべての人にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも公栄と誉れと平安とが与えられる。なぜなら神には偏り見ることがないからである。そのわけは、立法なしに罪を犯した者はまた立法なしに滅び、立法のもとで罪を犯した者は立法によって裁かれる。なぜなら立法を聞く者が神の前に義なる者ではなく、立法を行う者が義とされるからである。すなわち立法を持たない法人が自然のままで立法の命じることを行うなら、たとえ立法を持たなくても彼らにとっては自分自身が立法なのである。彼らは立法の要求がその心に記されていることを表し、そのことを彼らの両親と共に証しをして、その判断が互いにあるいは訴え、あるいは弁明し合うのである。そしてこれらのことは、私の福音によれば、神がキリストイエスによって人々の隠れた事柄を裁かれるその日に明らかにされるであろう。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、尊き主の御名と私たちのために流し下されましたイエス様の十字架の血を心から賛美いたします。私たちを礼拝にお招きくださいましたことを感謝いたします。2月に入りまして、先週は教会総会を主の御前に開くことができ、新しい思いを持ってまたあなたを見上げて前進しております。また今日は役員の任命式もございます。どうぞ、キリストにあってまた聖霊にあって、一つとさせていただきまして、そしてあなたの福音を述べ伝え、また主の教会が立て上げられていくことができるように、そのために私たち一人一人が主に用いられていく、そのような歩みができるように私たちを整えてくださるようにお願いいたします。ローマ人への手紙を開きますが、どうぞあなたが語ってくださるようにお願いいたします。イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日の聖書箇所を読んでいただきましたが、ある意味では難しい箇所の一つであります。ちょっと分かりづらいですね。でも言ってることは何かというと、神の裁きについて言っている箇所であることはお分かりになると思います。で、この神の裁きがですね、今日の箇所の16節で、今日の説教の題にもいたしましたし、またここに最後はお話がですね、ここに結論付けられるわけでございますが、16節を見ていただきますと、そしてこれらのことは私の福音によれば、神がキリストイエスによって人々の隠れた事柄を裁かれるその日に明らかにされるであろう。明らかにされるその日が来るということでありますね。必ずその日が来る、その日は、明らかにされる日だということでありますね。で、これが神の、審判の日であります。じゃあこれがどこにあるかというとですね、今日は2箇所ほど開きますが、私が自分の言葉で話すよりは聖書そのものを開いた方がよろしいと思いますので、黙示録、ヨハネ黙示録の20章の11節、406ページ開ける方は
この新約聖書の後ろの方のヨハネ黙示録の20章の11節以下をちょっと読みますが、また見ていると大きな白い御座があり、そこにいます方があった。天も地も御顔の前から逃げ去って跡形もなくなった。また死んでいたものが大いなるものも小さきものも共に御座の前に立っているのが見えた。数々の書物が開かれたが、その一つの書物が開かれた。これは命の書であった。死人はその仕業に応じ、またこの書物に書かれていることに従って裁かれた。海はその中にいる死人を出し、死も黄泉もその中にいる死人を出し、そしておのおのその仕業に応じて裁きを受けた。それから死も黄泉も火の池に投げ込まれた。この火の池が第二の死である。この命の書に名が記されていないものは皆火の池に投げ込まれた。そして21章の1節、私はまた新しい天と新しい地とを見たと、こう進んでいくわけでありますね。この20章の11節から15節が、聖書でいうところの最後の審判の箇所であります。世の終わりにですね、この大きな白い御座、神の審判が行われている。そして全てのものがここにですね立っている。死んでいたものが大いなるもの小さなものも共に御座の前に立っている。神の前にですね立っている。そして二つ、この数々の書物が開かれるですね、この仕業に応じて書かれたその数々の書物と、もう一つは、命の書ですね。命の書のこの二つ、そして命の書の名が記されている、記されている、いないものが、この聖書の表現で言うならば、火の池に投げ込まれた第二の死であるというですね、この場面が、神の審判の場面になるわけであります。西洋文学の、そのダンテ、ですね、新曲書きました。またいろいろそういうことですね、つまり審判の絵とかそういうお話とかあると思いますが、私たちは聖書そのもので理解しなきゃいけないんですね。他のことで理解すると間違うわけであります。聖書は黙示録の最後に、書き記してはいけない、削ってはいけないということがありますね。ですから聖書は聖書通り削りもしないし付け加えるもしない、そのままこう理解していくということが大事でございます。そういう意味でこの今神の審判の場面をこう見たわけでございますね。でその日のことがこの16節のことであり、そして2章からずっと神の裁きの日、漠然とした神の裁きという行為ではなくて、もちろんあるんですね。今も神は生きてらっしゃるから神は裁きをなさるわけですけれども、でも、最終的な決定的なもう最後のですね、もうそれ以上ないと、もうどんなに難しいこともどんなに込み入ったこともどんなに理不尽なことも人間にはもう、いわゆる裁きがつけがたいというようなことも、最後どんなことも神ですから、神が裁く日というのがこの明らかにされる日なのであります。でそもそもこの神の裁きというのは、この神の専権事項なのであります。つまり神にしかできないことですから、私たちは聖書を読んで聖書の神を誠の神、本当に生きておられる誠の神と信じる信仰を持つならば、この神が裁きをなさる本当の神は
ちゃんと裁きをなさる。偽物の神や人間が作った神はその裁きなんて適当にですね、そしてもう吐きまして自分の好き嫌いでもう済んでしまうということなのでございます。神の裁きがないとするならば、この世は最終的な決着がつけられない、正義が全うされないはずでございます。そしてこの世は今罪がはびこり、正義は崩壊し、裁きも歪められているわけですね。ある意味では部分的な裁きはあると思います。でも決定的な最終的な裁きは人間にはできない、自分にはできないのであります。ですから私たちは神を信じるということは、この神の裁きを信じる。真実な神は真実な裁きをなさって当然であります。本当の神は本当の裁きをなさって当然なのであります。もしそうでないと、不可解な世界、理不尽な世界、不条理な世界がこの世界となってしまっているわけでありますね。神が神であるとするならば、今申し上げたように神の専権事項、神様しかできないこと、それは最初の天地万物を創造された神、無から有を作り出す神、命を作り出す神、この神が本当の神であります。そして私たち人間がどう思うかはともかく、この作られた世界を神は今も支配なさっている。人間の歴史というのはある意味では神の歴史であると理解するのであります。そして最後、この審判者なる神、神は正しい裁きをなさる神。そしてこのことが今見ました黙示録の最後ですね、すべての人が神の前に立っているこの場面、そして神が裁きをなさる場面ですね。それを私たちは聖書で理解し、あ、神は裁くことのできるお方なんだと、こう理解して信じるのであります。神様を信じているならば、当然その審判される神を信じて当然なのでありますが、無神論の人は神なんかなんじゃ、神なんかいるか、神の裁きなんかですね、そうやってこう、まあ、その神の裁きを無視する、冒涜する、まあ平気ですよね。だって神様の裁きがないって今言ったって別に何でもないでしょう、ね、そういうふうにまあなるわけです。でも私たちはそうではない。ところがですね、この2章に入りますと、この神の選民であるユダヤ人であるにもかかわらず、この神の裁きを、自分は逃れる、神様の裁きの前に私は立たないんだと思う人たちがいたということなんですね。これはまあ前回のお話なんであります。ですから、2章の3節に、ああこのようなことを行う者どもを裁きながら、しかも自ら同じことを行う者よ、あなたは神の裁きを逃れうると思うのか。神の裁きなんかないよ、少なくとも自分にはない。いや、あの人、あの悪いことやってる異邦人、あいつらにはあるだろう。そして自分がその神様になり代わって、あの異邦人のやつら、野蛮のやつらだなですね、あのやつら本当に神様の裁きを受けて当然だよと、こう裁いている。そして自分も同じことをしてる、同じことをしてる。そうならば、その異邦人の人を連れて行って、みんな僕もできないしあなたもできないから
一緒に神様の前に出て悔い改めようよ。いや、実はもう私もちょっと神の選民なんですが、ちょっともうはっきり言いまして、罪人なんですよ。もう本当に恥ずかしいんです。あなたも罪人ですよね。じゃあ一緒にね、私神様知ってるので一緒に神様の前に行きましょうよって言うんだったら話がよくわかるんですわけですね。そしてそれがある意味では神を信じるこのユダヤ人の生き方でもあるはずなのであります。ところがそうじゃないのであります。神の裁きを知りながら、今言ったようにあいつらはと言っといて、自分も同じことをしといて、そして自分は神の裁きを逃れる、神の裁きに合わないと思っている。どうして神の裁きに合わないと思っているかというと、それは自分が神様の座に座って自分が審判者になっているからです。神様の裁き、神様、その審判の席からどいてください。私がその審判の席に座って、そして あいつらはとやっている。神の裁きがいらない、威張ってるとか偉そうにしているということよりも神の裁きはいらないということなのであります。神を信じている先民ですよね。神様にある意味では選ばれた、そういう神を、ね、神様を表す民であったものが、神の裁きが自分にはないと言っているということがここになるわけです。ですが神様は悔い改めに導くお方でございます。神の慈愛と神の忍耐と神の寛容が人を救いに導き、悔い改めに導く方向転換、ああ本当に私は罪人だったというと、こう方向転換をしていくということなんでありますので、ところが5節、今日からの話なんですけども、5節に、あなたの固くなな悔い改めのない心のゆえに、あなたは神の正しい裁きの現れる怒りの日のために、神の怒りを自分の身に積んでいるのであるという、まあ今日の箇所はここからスタートするわけでありますね。神の正しい裁きの現れる怒りの日っていうのは、一番最初に言った黙示録のあの日のことなんです。で、私たちはその日に向かって生きている、時間がこっち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 と経ってる、嬉しいこともある、楽しいこともある、悲しいこともある、和気あいあいと、あ本当に生きててよかったなという時もある、辛い時もある。でもそこに向かって時は刻まれているはずなのでございます。ああ神様の裁きがある、そして私は罪を悔い改めてね、生きていこうっていうならばよろしいんですが、ところがなんと無神論の人じゃなくて、この神のためユダヤ人がこの悔い改めのない心のゆえに、あなたはあなたは、2章からあなたはって切り替わった、一章では彼らですね、一般論として、パウロは言ってた。ところがここからあなたはと文章になってるわけですね。悔い改めのない心、方向転換していかない。なぜ？神の正しい裁きの現れる怒りの日と思っていないからであります。死刑囚が自分の罪を認め、そしてある意味はその死刑を恐れるようにビクビク生きていく、まあそういうこともありますね。でその時にその死刑囚は自分の罪を認めているわけであります。ところがこの最後の神の裁きがないとしているわけですから、
ですから、この神の正しい裁きの現れる怒りの日のために神の怒りを自分の身に積んでいるんですよって言っても、え？何それ？何がそれ怖いの？以上は別にとなるわけです。なぜ？もうそもそも神の裁きをもう除外してるわけですね。そして自分が神の座に座って、そしてこう人々をこうね、あいつああでこうでああでってやってるわけですから、まあ、ある意味ではこの神の裁き、そして罪を犯したものを神は裁く、その神の怒りが、この神の怒りを自分の身に積んでいるって書いてますよね。書いてるんですけども、そう思わないわけです。いや別に、ああ聖書はそう書いてるけど、ああそうかな、別に痛くも痒くもないよ、ね、あちょっとなんかちらっと、まあそうかなと思う程度だけど、でもまあまあいいんじゃない別に、まあってこんな感じで、なんですかね、こうなっちゃってるわけですね。神の怒りと言ってもあまり感じないということなんだ。でもその神様の裁きというのはやはり私たちの人生を決定していく、私たちの人生を評価していく、人は何かの評価をするときに評価した自分が批判、評価、また評価される面があります。例えば皆さん好きな音楽、芸術、文芸、何々評論家って言いますよね。で私もよくまあ新聞のそういう文芸欄でその評論家のですね、あのそういう書評とか読むんですね。よくありますね、この評論家ちゃんとこの映画きちっと見たのかな、ちゃんとこの本ちゃんと読んだ上で評論してるのかな。つまり評論されることによって、何この評論家ね、いい加減なこと言ってと逆に評論される、批判される。ですから私たちは自分が何かの評価することでやっぱりその人の評価、その人の生き方がこう見えてくるのであります。おのずとそのような生き方をしていく。でそのことがこの7節から15節に書いてあるわけです。で神の裁きと言いますと、私もそういう時期があったんですが、いろんな難しい事例を持ち出すわけであります。神様が裁くとすればこういうケースはどういうふうに神様を裁きになるんでしょうかね。これはこの時代もそうだった。そしてパウロ先生はその時に7節から15節でそのことをこう話しているわけです。でこの話をするともう時間がなくなりますので、飛ばします。興味ある方はまた一緒に勉強しましょう。でもここでですね、大事なことはいろんな事例、いろんなケース、いやユダヤ人はこうですよ、じゃあユダヤ人じゃなくて、じゃあ律法を知らない人はじゃあ神様はどう裁くんですか、例えば他でもですね、じゃあ生まれてすぐ死んだ人はどうなるんですかとかね、いやクリスチャンだってそんなもうピンからキリまでいるでしょう、それはまあ立派な方もいるでしょうし、でもちょっといい加減な怪しいクリスチャンもいるよね、じゃあいい加減な怪しいクリスチャンも天国行けるんですかとかね、いやいやアメリカの国なんか戦争してますよねとか、なんかそんなのわーっともういい加減な話からまた非常に真剣に真理を探求しようという、本当にある意味ではこう突き詰めた人生とか真理ってこう突き詰めた真面目な質問も含めて、またそういうなんていうかね、なんていうんですか、あの宗教的なお遊びとしての質問、いろんな質問があるわけです。私ももうそんないろんな質問を聞くわけです。やっぱパウロ先生も、まあ、私以上にまた牧師に一穴吹かせてやりたいとかね、こんなこと言ったら牧師も答えに困るだろうな、私もそういう時期ありましたからよくわかるんです。よくわかる。でそういういろんな質問があるときに、ここである程度パウロは答えた。でもたった一つ決定的なのがこの11節なんです。
なぜなら神には偏り見ることがないからである。ここなんです。ユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、真面目に生きていた人だろうと不真面目に生きていた人だろうと、律法を知ってた人だろうと知ってなかった人だろうと、神には偏り見ることがないからである。これは神の審判に対して言っている言葉ですよね。私たちは今言ったように神様お手並み拝見ということで高みの見物を決め込んで、そして神の座に座って、そして神の審判を、まあ、無視してしまう。神には偏り見ることはない。神の審判は決して偏り見ない、エコひいきしない。じゃあユダヤ人だからって言って多めに見る、異邦人だからって言って厳しく見る、そういうことないということですよね。偏り見ることはない。これが神の審判の基準であります。間違いのない公平な裁きをなさる神だから、私は真剣に命を懸けて信じてるんです。もし神が偏り見る神、エコひいきする神、例えば私にとっても神様言いなりになるね。神様にちょっとこうリベート渡したら、神様、おお、そうか、お前はいっぱい献金したな、じゃあとかね、こんなもう宗教山ほどあるでしょ、世の中には。そうですよね、所詮宗教たってな金じゃないかってですね、言う方もいます。本当にそうなんですね。でも聖書の神は、神には偏り見ることはない。でこのことがあなたに対してなんであります。いやいや、もうね、ちょっといい加減なやつ、あいつに対してじゃなくて、もちろん神様はね、どういう方でもそうなんだけど、あなたに対して神には偏り見ることのない裁きをなさる。これがこの一言で済むわけです。この一言で済むわけです。まあでもね、なんかこういろいろ言いたい人とか質問のある人に関して、パウロはここでそれなりに答えたわけであります。そしてそういう中で、ああそうだ、神がいらっしゃるとするならば、神は偏り見ることのない公平な裁きをなさって当然、そしてその神の前に私は必ず立つ、その日、神の前に立つ日。そして今日の中心聖句である16節では、私の福音によれば、神がキリストイエスによって人々の隠れた事柄を裁かれるその日に明らかにされる日になるわけであります。人は、人の罪もそうですが、自分の罪の真相さえも知らないし、また知ろうとしない。イエス様は十字架にかかった時に、父よ彼らをお許しください、その後に彼らは何をしているのか分からずにいるのですと祈られたのであります。人々の隠れた事柄を裁かれるというのは神の専権事項であります。神様にしかできません。そして私たちはそのことを知って信じているのであります。人々の隠れた事柄を裁かれるのは本当の神しかできない。人間にはできない、自分にもできない。そしてその日は必ず来る。そしてその時に全てが明らかになる、神の光の前に出ていくということなのであります。いや、いいよ、闇のままでいいよ、理不尽なままでいいよ、結局自分の人生も何のためだったのか、自分の人生どう評価したらいいのか、いやそんなのどうでもいい、もうとにかく
心臓が動いて生きていればそれでいいじゃないの。なんかそういう生き方ではなくて、自分の人生そのものに何か一つの意味、評価があるとすれば、それはもちろん自分もあるでしょう、他の方もあるでしょう。でも神様が評価なさる。神様が私の人生をきちっと見てくださる、評価してくださる。評価される安心感、逆に評価されない安心、不安、あなたどうでもいいんですよ、好きなようにしたらどう、こんなある意味では寂しい不安なことはありません。神様はきちっと評価してください。当たり前です。ご自分が命を与え、ご自分が作り、そしてご自分の愛する人を神様はきちっと評価してくださる。ですからこの裁きの日というのは、パウロにとりましたら、あの死刑囚がビクビク恐れる日ではないのであります。もしそう受け取るとするならば、それは聖書の裁きを知らない証拠であります。なぜならば、ここで私の福音によれば神がキリストイエスによってというこの言葉があります。裁きの日のことを私の福音によれば、福音、良い知らせということなんですよね。この福音っていうのは神様からの良い知らせ、ああ聞いてよかった、知ってよかった、なんでこんなこと知らなかったんだろうかって、知るんだったらもっと早く知ってたらよかったのに、でもここで知って、ああ本当によかったというこのグッドニュースのことです。福音っていうのはこれが神の裁きなんだと言ってるわけです。そうですよね。それも人々の、私の隠れた事柄が一切合切神の光の前に出て明らかにされる、そのことが私の喜びなんだ。どうしてそんなことなの。いやもう恥ずかしくて、もうそんなところ立てないですよ、怖くて。いや怖いくはないかもしれないけど、もう恥ずかしくて、もう穴があったら入りたいです。いや先生と、はい、私はちゃんと神様の前に、人の前にも真実に、それなりに生きてきましたって立てる方がね、本当にいらっしゃれば、それでいいかもしれません。でも人々の隠れた事柄を裁かれるのであります。ユダヤ人だって外側はユダヤ人で通ってた。キリストイエスによって隠れたことが裁かれる。キリストイエスであります。イエス様がここにいらっしゃる。審判の日にキリストイエスがいらっしゃる。イエスキリストがいらっしゃる。これが私の福音なんだ。私にとって良い知らせなんだ。神様の裁きの前に立った時にキリストがいらっしゃり、そしてキリストが私の罪を許してくださっている。そしてキリストが私の罪を取りなしてくださっている。ですから、命の書ですね。キリストを信じるということを表しているわけでございます。イエス様があの十字架上で、十字架につけた、ついた後、わずか数時間しかですね、信仰生活を送らなかったあの犯罪人に対して、彼は、あなたが神の権威を持っておいでになるときには私を思い出してくださいとイエス様に言いました。そのときイエス様は、よくよくあなたに言っておく、私は今日あなたと一緒にパラダイスにいるであろう、私と一緒にですね。イエス様がその審判の席に一緒にいてくださる、そのことが私にとって福音なのであります。
ユダヤ人、イエス様の時代、千数百年以上の名門、歴史のある、本家本元である神を信じて当然のユダヤ人がどうして神の審判をこのように、私にはない、人事でないですね、私にはない、自分が神の座に座って人々を見下し、また同じことをやっているのに神の裁きはないと思っていた。なんでなんだろうか。神の前に出たことがないのであります。神殿でこの当時の宗教的な習慣は守ってたかもしれない。熱心にイエス様がおっしゃったようにですね、ちゃんとその当時の献金はきちっとしてたかもしれない。ちゃんと断食はしてたかもしれない。でも悔い改め、自分の罪に胸打ち叩いて、罪人の私を許してくださいという主税人の祈りは、未だかつて神の民であるのに、立法学者であるのに、パリサイ人であるのに、宗教の専門家であるのに、神の前にしたことがなかった。神の前に出たことがないのであります。私たちはキリストの前に出る、キリストの審判の前に出る、キリストの裁きの前に出る。それは私たちの生涯の最後、この神の言葉である黙示録が記されているこの最後の審判の日に初めてそこに出るのではなくて、すでに私たちは今キリストの審判の前に出ているのであります。最後に一箇所読んでですね、終わりたいと思いますが、ヨハネの福音書の8章150ページを開いてください。聖書を読みます。150ページ8章1節、イエスはオリブ山に言われた、行かれた、朝早くまた宮に入られると、人々が皆身元に集まってきたので、イエスは座って彼らを教えられた。すると律法学者らパリサイ人が会員をしている時に捕まえられた女を引っ張ってきて中に立たせた上、イエスに言った、先生、この女は会員の場で捕まえられました。モーセは律法の中でこういう女を石で打ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか。彼らがそう言ったのは、イエスを試して訴える口実を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。彼らは問い続けるので、イエスは身を起こして彼らに言われた。あなた方の中で罪のない者が、まずこの女に石を投げつけるがよい。そしてまた身をかがめて地面に物を書き続けた。これを聞くと、彼らは年寄りから始めて一人一人出て行き、ついにイエスだけになり、女は中にいたまま残された。そこでイエスは身を起こして女に言われた。女よ、みんなはどこにいるのか。あなたを罰する者はなかったのか。女は言った。主よ、誰もございません。イエスは言われた。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。まさに審判の場面。現行犯、会員の現行犯で捕まえられた女、言い訳できない。ということは、石で撃ち殺すしかない。つまり、罪の裁きを受けなきゃいけないですよね。その時に、糾弾している人は、あなたはどう思うか、イエスに問うたわけです。あなたはどう思うか。イエス様、あなたはこの問題をどういうふうにするのか。まあ、当然だよ。罪を犯したんだから、石で打ち殺しなさいと言ってもよかった。それでイエス様はね、ほら、罪のない者がこの女にまず石を投げつけるがないと言われました。あなたはどう思うか。誰もいなくなった。9節。
イエスだけになり、女は中にいたまま残された。ここなんです。ここなんです。神の民でありながら、神の前に出た経験がない。ここで、女もスタコラサッチャ逃げたらいいですよね。イエス様に石を打ちつけられても当然なわけですから、それも覚悟したと思うんです。彼女が自分が罪人だ。罪を犯したと自覚してるんだと。そんな誰もや、みんなやってるよ、な今の時代そんな不倫なんて何よって言うんだったら、ね、この女はスタコラサッサ逃げてたと思いますね。逃げることができる。皆さん、私たちは神の前から立ち去ることは簡単なんです。神の前に立たないでスタコラサッサ逃げる、いろんな理由でですね、そこに立たないことは簡単にできるのであります。自由なんです、私たちは。そしてキリスト教信仰というのはそこを縛らないのであります。イエス様も縛ってないですよね。イエス様をとっ捕まえて、とっ捕まえられて無理やり信じたとするならば、それは信仰じゃない。逃げることもできる。神の裁きを否定することができる。こっから逃げることができるのに、女は逃げない、そのまま残った。ここなんです。じゃあイエス様は唯一石を投げつけることのできる、裁く権威を持っている神、お方。当然ですよね。日本にいるならば、打ち首になって、切腹、イエス様解釈して、当然、ごもっともです。と言っていい場面なのであります。イエス様はどうなさったでしょうか。あなたを罰する者はいなかったのか。他の者は罰しなくても、裁きの権威を持つお方がどうなさるのか。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。じゃあ女の罪はどうするんだ。イエス様口先でチャラにしたのか。イエスキリストはこの女のために自らこの罪を負い、十字架にかかって死んでくださった。その罪を引き受けてくださった、そのイエス・キリストが、そのイエス・キリストが審判の時にいらっしゃるのであります。とするならば、あなたはその席に、その場に立つことができるでしょうか。できますよね。たった一つです。イエス・キリストの前に出て、イエス・キリストの罪の許しをいただいただけ。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして十字架にかかり死んでくださった。私の罪を全部背負ってくださった。そのお方が審判の時にいらっしゃるということなのであります。だから、もうお分かりですよね。このローマ人への手紙の2章の16節は、ずっとこの神の裁きと書いていて、そして頑なな神の裁きを、ね、もう無視するユダヤ人、そして神の裁きと言ってもいろいろですね、こう論争をふっかけてして、これこうなのああだのという人たちがいる。そういう中でこの結論というのは、パウロ、私と言っています。私、一般論じゃないのであります。私なのであります。私のことなのであります。私の福音によれば、神がキリストイエスによって人々の隠れた事柄を裁かれるその日に明らかにされるであろう。隠れたことが全部神の前に明らかになります。それは神です。神だからできる。その時にキリストイエスがいらっしゃる。イエス様がいらっしゃる。私たちを神の怒りから、永遠の滅びから、神の断絶から救ってくださったのが、このイエス・キリストの救いであります。お祈りいたします。
天のお父様、今日は神の裁きという大切なことを御言葉によって知ることができて感謝いたします。私たちは本当に神の裁きをいい加減に考え無視し、そして好き勝手な生活をしているようなものでございます。でも神の裁きはないのではなくて、私をこの世界を全てを裁く神、隠れた事柄を裁く神がいらっしゃる。そして私たちはそのことを本当に恐れ怯え、また恥ずかしい思いを持ってその前に立つようなものであります。誰が神の裁きに逃れることができるでしょうか。神の裁きの前にぬくぬくと私は正しく生きてきたと言い切れる者がいるでしょうか。しかし私にとって福音であります。キリストイエスによって、あのイエスキリストが現行犯で捕まえた会員の女を許したように、私たちもキリストの前に今日今出たときに、そしてあなたはご自分のその十字架の贖いによって私たちの罪を許し清めてくださることを感謝いたします。御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めるのである。そしてあなたを信じ、あなたを愛し、そして生涯あなたに喜ばれる歩みをしたいと心から願っております。どうぞ私たち一人一人の救いを確かなものとしてくださり、そしてこのキリストの裁きの日を目当てとして生きていくものとさせてください。このことが私たちにとって間違いのない正しい人生を送る秘訣でございますから、あなたが今日私たちにそのことを御言葉を持って教えてくださったことを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。役員、就任、任命式をいたしますので、役員の方は、前に来てください。ただいまから教会役員任命式を執り行います。式辞、私たちは今祈りのうちに選ばれた兄弟姉妹たちを役員の職に任命しようとしています。役員は牧師のもとに役員会を組織して、キリストの体なる教会の聖なる事業に携わるものであります。すなわち礼拝伝道、牧会、教会奉仕、交わり訓練など、昔の人たちが教えた働きにおいて重い責任を負うものであります。それゆえに教会員は役員の務めを尊重しなければなりません。聖書のお言葉をお読みいたします。その頃弟子の数が増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して、自分たちのヤマメが日々配給でおろそかにされがちだと苦情を申し立てた。そこで使徒、十二使徒は弟子全体を呼び集めていった。私たちは神の言葉を差し置いて食卓のことに携わるのは面白くない。そこで兄弟たちを、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を探し出してほしい。その人たちにこの仕事を任せ、私たちはもっぱら祈りと御言葉の御用にあたることにしよう。この提案は会衆一同の賛成するところとなった。そして信仰と聖霊とに満ちた人ステパノ、それからピリポ、プルコロ、ニカノル、テモン、アルメナ、およびアントオケの会衆者ニコラを選び出して人たちの前に立たせた。すると人たちは祈って手を彼らの上に置いた。使徒行伝6章の1節から6節。役員は大切な働きでございます。
そして、役員としての制約をしていただくことと、あと教会員の方も今申し上げたように、牧師はじめ役員のために祈るそういう責任がございますので、会衆の方で、お立ちになれる方はどうぞその場にちょっと立っていただいて、この制約をですね、一緒にしていただきたいと思います。お立ちになれる方はどうぞ立ってください。役員の方はですね、神と会衆との前で約束しますと制約してください。その後に教会の方に、お聞きしますので、教会の方もその後ですね、私の指揮者の方に対して約束しますと教会の方はお答えください。それでは役員の方に誓約していただきます。あなた方は今恵みによって役員の務めに任命されようとしています。あなた方はこの務めに任命されるのは教会の頭であり大牧者である主イエスキリストの召しによると確信していますか。あなた方はこの教会が所属する日本イエスキリスト教団の信仰告白に基づいて、教権教規を誠実に守り、教会の一致、純潔、平和、発展のために祈り、人々を心を尽くしてこのために努めることを約束しますか。神と会衆との前で約束します。どうかこの良い志を与えてくださった神が聖霊によってこれを成し遂げる力を与えてくださるように。アーメン。じゃあ教会の方に お伺いします。約束しますとお答えください。あなた方が選んだ兄弟姉妹は今役員の務めに任じられようとしています。あなた方はこの教会のために主が立てられた役員としての彼らを受け入れ、その重い責任のために祈り、その職務に協力することを約束しますか。約束します。じゃあ会社の方座ってください。お祈りをいたします。教会の頭なる我らの主イエス・キリストの父なる神、主が召してくださったこのしもべらを今この教会の役員の職に任じてくださいましたことを感謝します。どうか今この兄弟姉妹を聖霊に満たし、その信仰と徳において全教会の模範となる力を与えてください。死に至るまで主とその教会に仕え、大牧者であるイエス・キリストの来られるとき、唯一忠実なしもべよとの祝福を受けるものとなりますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。任命の辞。あなた方は今役員の務めに任命されました。あなた方はキリストの召しを受けてこの重大な務めに性別されたのであります。忠実にその務めを果たし、主は必ず必要な恵みと知恵を与えてくださいます。あなた方は牧師を助け、同僚の役員とともにこの群れを守らなければなりません。もしも真理から迷い出るものがあるならば、愛と徳と祈りを持ってその誤りを正し、彼らをよく導くのはあなた方の任務であります。あなた方は人に接するとき、いつも柔和であって乱れに争ってはなりません。絶えず言動を慎み、信仰と行いとにおいて会員の模範になってください。常に聖書を学び、朝に夕に恵みの座に近づいてください。牧師のため、道路の役員のため、教会のため、また自分自身の信仰と霊性のために祈ってください。すべてのことにおいて主イエスを模範として歩むように努めてください。どうか私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方と共にありますように。アーメン。それでは、任命式を終わります。ここにちょっと見ていただいてご挨拶していただきます。新しく選ばれました役員さんです。役員、報告の時にまたご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。